辰岡新熊シングマは日本の警察官、政治家、函館区長、函館市長長、小樽区長、小倉市長などを務めた、薩摩国薩摩郡平助村に生まれる。明治8年、警察官になり、第五方面勤務となる。西南戦争では、植木口警視が率いる一番正体の五条を任される。明治十七年に十八歳で、那覇警察署長となると、 さらに2年後の明治19年には、沖縄県警察トップの警部長にまでに上り詰め、以後、宮崎県警察部、岡山県警察部、滋賀県警察部、佐賀県警察部各部の警部長を歴任した。その後は、石川県書記官及び、石川県参事会員を経て、台湾へ渡り、台北県書記官や台湾総督府法院の、高等法院検察官などを務めた。 明治29年、基調すると、函館市の前身である、函館区の区長に任じられる。明治30年の直令により、函館市長が設置されるとその町に補えされながらく、その職にあったが、明治42年8月、小樽区長になるため職を辞した。区長を、大正元年まで約3年ほど務めたの地球州福岡へと移り、任期満了となる。 末広直報告ら市長の公認候補に押されて立候補し当選した。ありがとうございます。